こんにちは、あつりと申します。今回は信長の野望革新をやっていきます。シナリオは1555年5月の尾張統一でやっていきます。使う国は斎藤家でやっていきます。環境設定については難易度は上級で歴史イベントがあり、あとは標準度なしなしなしでやっていきます。で、今回 RTA 動画になりますので、開始ボタンを押したらタイム計測となります。ということでやっていきましょう。まずね、ひねのさんと、よいしょ、安藤さんに織田家の拠点に向けて突撃してもらいましょう。進め。で、そしたら残った方々で、建設、位置を建設していきましょう。まあ、ちょうどね、1ヶ月で季節の変わり目で収穫が入るので、まあ、それに間に合わせるように建設をしていくと。で、あとは裏切られないようにみんなに加増しておきましょう。とりあえず序盤の動きは OK です。で、我々斎藤家について説明しますと、まあ、我々は足軽部隊を得意としています。で、織田家と同盟関係にあります。そしたら岡崎城に目標を合わせて東海国人衆を召喚しましょう。承知いたしました。2部隊ぐらい出てきてほしい。もう1部隊欲しいな。できれば横井優斗さん、ここかわせます。右行けばかわせるかな。お任せください。あともう1部隊出そう。頑張ってお任せください。かわしていけば出せるかな。オッケー、いいね。そしたらこの3部隊で織田家をボコボコにしてもらいましょう。で、そうするとそのうちね、織田家から援軍要請が来るので、まあ、それを待ちながらやっていくって形かな。そしたら櫓でも1個建設と、で、あとは水田やりましょう。水田建設で、あとは畑要請、あ、来たね。そしたら援軍要請来たので、もらえるもんもらって行かなくていいや。おお3部隊合わせて2万4000か。さすがにさっさなりもさといえどきついでしょ。やってんねもう1回ぐらい歩兵したいな。まあいいや。 OK。 そしたら奉行所を建設で、あとは1、まあ適当でいいや。1建設で、この辺り建設しておきましょう。あ、はい、生駒さんね。で、あとは停戦要員に門前町建設しておきましょう。で、ね、1建設こんなとこだね。そしたら誰かしらちょっと出すか。わざと出陣してこちらにちょっとターゲット向かせられたいな。こっち来ない、来ないか。まあ、いや帰ろ帰ろやってんね。大丈夫か、オダ。まあいいや。あとやることといったら、ちょっとお金も集めたいんだよな。まあ、探索でも行って歩兵一回かましますか。そろそろ桶狭間の戦いが始まる。これどうすりゃいいんだろうちょっと待ってね、お金があんまりないから節約気味に行く。もう一発歩兵しちゃおう。ちょっと危険だけど。おお、あ、はい、蜂塚さん来たね。サンキュー。蜂塚さんは結構使えるから強めに加増しておいて。そうだね。あとは水田もやってるし、まあ、水田よりも、まあ、水田やっとくか。はいはい、ちょこっとやっといて。こんなもんでいいや。もう金ないでしょ。ちょっと節約で奉行所ができたら、ここに奉行させときましょう。日本刀が手に入るんで。あ、桶狭間の戦い。あ、2部隊だけか。あ、停戦、技法か技法受けてる。そしたらね、協定で東海国人衆いける？ちょっと月変わったら、知略高い系呼んでくるか。知略じゃない、政治高い系。はいはい。協定東海国人衆。よし、多分結べるので、そのまま行きましょう。織田家の拠点に向けて出陣します。
今川義元か。頼むぞ。オッケーいいね、さすがみっちゃん、うちの光秀は優秀だ。ボロボロ大丈夫か小田小田さん大丈夫ですか。あの小田さんちょっとダメかもわからん。助けに来たぞ。大丈夫か。よし、いざ参る。激励飛ばしとこう。オッケーいいね。ああ、おだけがやられてしまった。そしたらおだけ取れた。でもオーライ。よーし、いいぞ。オッケーオッケー、これでいいだろう。お、まだ3連発やりますな。仇は取るぞ。まったく。そしたらね、まあ、あとはちょっとゆっくりできるので、まあ、櫓でも建設しておきましょう。武田がね、そのうち調子に乗ると思うんで。あ、これ、探索しいいよ。お味方が城内に突入しました。はいはい、お疲れ。信長、待っててくれ。桶狭間の戦いが起こらずにこんなことになるとはかわいそうな方々だ。もう一発混乱ぶち込むか。兵糧あるもんね。多分兵糧さ、今がそんなないんじゃない。結構ある。あいつら米いっぱい持ってるな。ここ歩兵しましょう。あ、はい、さっき金がそこまでない。まあ、ここお金やっちゃうか。あとね、ごめんね、畑。多分そのうち兵糧切れるからやっといて。ここ激励飛ばし、無理か。自分の主人ぐらい激励飛ばしてほしいもんだけど。先に、あーっと怪我したら怒るよ。 OK。 連鎖しろ。ダメか、激励。ちょっとさ、うちの大名さ、あのやる気なくなってるから誰か激励してもらっていいかな。はい、激励飛ばせる。そうか、一発コブ入れるか。大竹北条、あ、いいね。ってことは斎藤家の方に武田攻めてきそうだな。まあまあまあ、これでいっか。城主誰、天野さんでしょ。そんな強くないんだけど、なんであのハッスルしてんだろうな。今日変な人だな。オッケーオッケー。まあそんなとこだな。あと探索も行っとくか。探索と東洋行ける。あ、さっさなりもさ流れてきてる。さっさなりもさがうちの方に流れてきました。大変そうだ。まあ適当に矢倉でも怪我しないでね。大丈夫か信長。一発混乱ぶち込んで今が動けないようにさせるか。あ、はいはい、つぶてばいいよ。え、お疲れ。大変だったね。痛い痛い痛い。おいいね、万に一つ失敗はしないだろうと。そしたらこいつ調子に乗ってるから、OK、通しちゃっていいや。奇襲いける？はいはい。待って、なんで逃げる？ちょっと待って。そいつ逃がしたら話にならんぞ。ちょっと、ちょっと、失敗した。あのさ、おーい、ちょっと待って。超失敗したんだけど。まあいいや、ごめん。あの、私が悪い。失敗しました。退却！こいつ逃がしちゃダメでしょ。信長いける？いけます？まあいいや。知りません。お前、また混乱してる。前時に武田に裏切った。いやー、あれ、とどめさせないのダメだったね。騎馬隊で行けばよかった。完全に失敗した。あ、退却！信長の逆襲。ここね、あの、柴田勝家いいね。モーラを。柴田勝家と、まあ、林さんあたりもらっとくか。さてさてさて、ちょっと落ち着くので内政やっていきましょう。失敗したな、完全に失敗したな。ここら辺、さっさなりもさだけ残すか。あとどっかと同盟結ぼう。はいはい。柴田勝家ちょっとあげるわ。金がないね。協定で、そしたら、承認書いける？
無理か、見返りがない。敵が、ああ、我が領内に向かって出陣。武田さんが来たって、停戦。おい、剣でみんなで謝ろう。あの、さっきね、小田からね、いい家宝をもらったんだ。あ、謝ろう、謝ろう。うちには手に負いません。勘弁してもらいたいものだわ。グミ。そしたらいろいろ壊れてるから、交渉官、頑張ってみんなで建設しよう。うん、で、ごめんね、奉行、誰もやってないよね。さっさとなりました。頼むぞ。あ、どうぞどうぞ。それ、小田さんからいただいたやつです。彼、結構大事にしてたみたい。そうだね、そんなとこだな。あ、はい、どうも。そしたら探索で行わせておいて、農村、建設しましょう。農村、農村。うん、兵糧もそこまでないから、今は無理には攻めることはできませんね。はいはい。まあ内政だな。こういう時は内政やるか。あ、待って。金がなさすぎてこれちょっとさ、やばいな。次マイナスになるな。あ、位置がある。これちょっと早く建設しよう。やばいやばい。危ない危ない。ちなみにさ、協定ってもういける？見返り。あ、いけるね。そしたら、ごめんね。強い政治高い人を2人呼んで、承認衆と協定結びましょう。今川取らなかったのあれダメだったね。完全にね。まあ、普通に失敗したわ。普通に失敗しました。許してくれ。私はあんまりこのゲーム得意じゃないんだ。あ、はいはい。宮長秀ね。サンキュー。相性もバッチリ。森永吉あたりは追放してもいいな。どう？成功する？これでプラスは、ちょっと転じるか。そしたら追放しよう。いらないね。いらない。いらない、いらない。お疲れ。いいわ、あいつら。あの、家宝持ってたかもしれん。まあいいや、しいらない。ってなると、技術だね。わらじ。これやっておきましょう。兵糧9万8000。十分入った。まあ、わらじが手に入ったら戦争を始めますか。ここ混乱させて包囲すれば余裕で倒せるから。ってなると、兵力をかき集める必要がある。まあ、次、ここ合わせて2万ぐらいで、桐山御所取って、って形かな。ここ、歩兵してた。結構。民中余ってんだけど、大丈夫っすか。あ、そっち行くんだ。あー、それ制圧できないんじゃない？できんのかな。あ、援軍行くわ。あ、じゃあ桐山通ろう。それはさすがに行くでしょ。え、移動で小牧山城。一応ここさ、あの、邪魔な奴らが攻めてきたらめんどくさいから、うん、それでいいわ。さてさて、そしたら、輸送して前進。まあ、1万5000ぐらいで攻めましょう。富山さん、ごめん。もう君はもうずーっと岡崎城のおじさんになってもらっている。それだけを楽しみに今後生きてくれ。技術どんなもん？13。あー、まあまあまあ、歩兵してからでもいいかな。まあ、どっちもいいか。あ、どうも。いらないっす。もうちょいできる。まだっすか。はいはい。ちなみに、委任やってるよね。さてさて、行きましょう。ここら辺組んじゃうか。レッツゴー。桐山御所に向けて、接近します。さすがにやりすぎ。進め。うんうん、まあ順調かな。歩兵してる？大丈夫だね。あと暇な方は、そしたら足軽学者を建設してください。やってるよね、歩兵ね。あ、誰もいねえ。やってねえや。村中、あ、竜造城終わったんだ。ガンガン歩兵してくれ。6600。あー、めっちゃ少なくなってんな。武田が伸びてんな。上杉ってどう？あー、
まあ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 。あ、ごめん、戦ってなかったね。次の必要は俺、我が領内に向かって出陣。うん、これ訂正したいな。無理か、一回戻ろっか。退却する必要もないか、こいつらだったら。大丈夫だよね。ちょうどいいや、輸送がてら行ってくるか。誰か戻して、さっさなりもさ、ここ歩兵しちゃって。66やりすぎ。さっさなりもさ行こうか。騎馬隊でいいです。これはもう落ちたのね、今川が取ったのね。お味方が城内に突入しました。なかなか足柄学者たくさんあるから警察のしがいはあるな。出てきたか。そしたら、出ましょうか。まあこれぐらい出ちゃっていっか。行くぞ。あ、大名、ごめん、大名死ぬわ。鉄砲でいいや。鉄砲で、二段撃。射程的にそんなに変わんないと思うんだけどね。どうかな。鉄砲撃てる人。まあこんなもんでいいです。まあ余裕だと思う。そしたら、鳥羽港水軍衆と協定結びましょう。で、東洋で長野さん大名いた。こいつだけは使えるな。一応もらっとくか。いはいはい、どうも。ここでやられるね。まあいいや。そしたら、鳥羽港を制圧しましょう。八塚さんも行きましょうか。先生大丈夫っしょ、耐久もしっかり してるし。歩兵してる。まあまあまあ余裕でしょ。何しに来たのかすら疑問だよ。武田が港取ったか。困りましたな。で、移動で、そしたら清洲城。お味方がで、技術でいきますか。あ、持ってるか。そっか、持ってるか。うちいいね、十文字速攻でいけんね。じゃあ、なるほど、あるよね、足軽学者ね。で、今学者の数が20だから、どちらにしろ建設しなきゃダメか。まあいいや考えることやめた。伊賀忍者衆の助けか。協定で伊賀忍者で、暇な方々、そしたらね、こっちに行っとこう。これは築城？ああ、こいつだったら多分一夜城で行けるな。あいつら巻き込んじゃった方が楽だね、後々考えたら。もうちょっと減らしたら包囲しちゃいましょうか。これぐらいで包囲でいいです。待ちましょう。そしたらだ、再開、足軽学者の再開で、まあいいか、これでいい。内政はやってますか。そこそこ。弊社建設、弊社そっちも一夜城建ててもいいけど、まあ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 待ってます。兵力運ぶか。移動で小牧山、さっさになればさ、あ、はい、同盟切れたって。やったね。村井さんとかって暇してる？暇だね。村井さんさ、稲葉山城で奉行しててくれ。どうぞ皆さん。オッケー、ボコボコにしよう。まあこれは大丈夫だな。奉行ね。そしたら、さっさなりまさんに運ばせて、先生取りに行こうか。まあ順調順調、なかなかいいね。足軽学者たくさん手に入った。まあこれ一撃でしょ。 OK、 港が手に入ったので、こっから一気にガンガン南蛮貿易やっていこう。で、移動で、そしたら桐山御所取引。協定切れてるか。ああ、そういうこと。
そういうことか。そういうことか。技術十文字は20、まだ足んないよね。オッケー、オッケー。お金高えな。取引で、割りそんな良くないけど、とりあえず民の名刀だけは早めにしようか。しよう、時間かかるんだよな。そういえば姉小路って元気にしてる？ちょっと復活したね。よかったね。武田は1万か。まあ、姉小路までは無理に広げなくていいよな。取引で、よいしょ、ごめんね。日本刀で、しよう。うん、これでいいや。ちなみに今川は、大したことないね。そこで取るか。多分武田から援軍が来る。それだけはちょっと面倒いけど。まあそんなん気にしてたら何もできない。行こう。誰か混乱持ちほしい。蜂塚さん行こう。行け。うん、これでいいや。5000か。で、筒井城との協定切れたんだもんね。なるほどね。そしたら移動で、森さん、どこだっけ、鳥羽港、森長吉に輸送させましょう。お任せくだされ。輸送でいいです。兵糧はある程度あるから、もうガンガン運んじゃっていいや。承知。ちなみに裏切んないよね。仮装してたっけ。大丈夫だね。最近疑心暗鬼になってる。うん、お金もある。一夜城か。まあ、武田と同盟結んでからでいいか。あ、そう、次同盟結ぶのは武田家にする予定なので。あ、そうだ、ごめんね。超忘れてた。一番大事なやつ忘れてたわ。で、新設、軍団。ここ頼むわ。とりあえず、まあ、適当にやってて。ごめんね。はい、はい、はい。どうぞ。オッケー。で、貿易で日本刀。お味方が城内に突入しました。未熟にか。まあ気にしなくていいや。大元節斎がいるか。さすがにそのクラスになると強いか。歩兵はしてる、してる。一発やりますか。オッケー、今が。あ、待って、こいつ張り付いてくるから、こいつももらおう。わざと一回全部空にして、北条にここを取らせましょう。どうぞ、あげますよ。あ、帰ったわ。そう、じゃあいいや、そのままもらい。浜松港に向けて出陣します。オッケー、順調だね。秀吉戻そうかな。まあいいや。いや、一夜城やろうと思ってさ。ちなみに技術24。そっか、ここやんなきゃダメか。移動で、暇な人。ここら辺は絶対いらないでしょ。岡崎城で、足軽学長変化。そう、こ、あ、大変せざるダメ。その人いるとちょっと面倒い。何しに来たお前。な、変な人だな。内政学長は今いらないんだ。後々使うから残しててもいいんだけど。ダッシュで建設してくれ。多分ね、駿府城にも足軽学者あるはずなんだよね。弓か。黒人衆との協定切れた。攻めてくるかも。いや、武田と同盟。ああ、7ヶ月。そのうち切れるかも。お味方が城内に突入しました。オッケー、オッケー。とりあえずひとまず落ち着くか。取んないでね。うちの拠点だからね。どうも、お前よう捕まんな。マロマロうるせえな、こいつ。あ、いけんね。何？あ、貿易、特産品、ないか。特産品。焼き物でいいや。何やってんの？お、あれ、工事。農民と戯れてるわ。ここは足軽学者建設しましょうか。待って、誰かいる？暇な人。ここら辺暇だね。21,000。ここってさ、機内黒人衆、うち協定結んでるか。伊賀も結んでる。桐山から、あ、
先取るか。取ろ取ろ。ってなるとバトンタッチで光秀戻して、移動で秀吉こっちでいいや。秀吉には一夜城で何個かね建設してもらいたいから、築城。まずは、亀山城。そしたら行きましょう。ああ、1部隊はさすがにちょっと心配だから2部隊で行こう。いや、まあ、そんなもんだったら大丈夫かな。進め。順調だね。やってる？やってるね。あ、そうだ。そしたら同郷、あ、無理だ。あんたらじゃ無理だ。修復は別にしなくていいけど、まあやりたかったらどうぞ。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。これはちょっとやだね。戻るか、しょうがねえ。進む。あんたら黒人衆協定結んでる？結んでないのかい。好きだわそういうの。結んでないのか。そしたら2人も戻んなくていいや。信長だけ。任せよ。あれで多分ね、黒人衆はあいつら結んでないから普通に守りきれると思う。そしたら柴田勝家を戻すか。で、さっさ成政、一応兵力運んどきましょう。武田は結構強いので。はい。OK、こっちは任せるわ。そしたら秀吉は次、稲葉山城。頼むぞ、黒人衆。止めろ。OKOK、いい流れ。おお、2部隊頼むぞ。そしたら みっちゃん、そっちから行くと、いろいろと、あ、まあいいか。行こう行こう。あ、なんかみんな滅びてんな。まあ大丈夫だと思うけど、さっさなりもさ、鉄砲、二段撃。あとは、一応、出といて。承知いたしました。大元せっさに逃げたか。どうなってんだ。そしたら援軍は出してるんだ。これ私がやりますか。あ、待って、黒人衆協定結ぼう。兵集めてる場合じゃねえ。東海黒人衆無理か。で、稲葉山城、東海黒人衆行けますか。で、ちなみに貿易で日本刀で買えれば一発かな。縄文が破壊されました。一応コンプしていて。あ、そっちか。まあ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 、黒人衆がガードしてくれてることもあって大丈夫だね。 OK、サンキュー。戦おう。まあそうなるわな。ちょっと余計なロスしちゃったな。どう、駿府城。大丈夫だね。縄文を突破しました。武田と戦う予定はなかったんだよな。これしょうもない攻撃食らったらしゃあないから逃げよう。進め。やろう。進め。オッケーオッケー。名刀を手に入れてからだね、武田と戦うなんてね。あ、はい、名刀を手に入ったから、騎馬隊お任せあれ。で、柴田勝家はガンガンやっちゃっていいや。逃がすな。どう？あ、いいね。敵部隊壊滅。OKOK、十分です。大軍、ちょっと時間かかったけど、まあよしとしましょう。ちなみにさ、十文字あり、内政学者が足らんか。あ、内政じゃない、足軽学者全く足りませんな。移動で稲葉山で、秀吉いるよね。築城でお願いします。黒人衆いいね。大した働きだよ。あんたら同盟延長してないよね。2ヶ月か。2ヶ月後武田と同盟結ぼう。順調だね。そしたら大元節祭だけ仲間にしよう。大元節祭、今川も仲間にするか。しょうがねえ。あと今川さん、どこいる？マロいたわ。岡崎城、これ移動でこっちでいいわ。ここも編成で任せよう。内政頼む。
信虎逃げたけど失敗した。岡崎城に稲葉一徹呼んでもしょうがないな。あと家康っている？いるよね。あーごめんね、ちょっと時間かかるけど、こっち行ってて。退却。援軍もよこさないでいいんだよな。はいはい、何もさせないで、うん、これでいい。あそっち行っちゃうのね。まあいいや、後でやるわ。東洋で、そしたら、本田正信、あとは家康やってるし、酒井さん、鳥さんじゃない、鳥さんはよく失敗するイメージがあるからいいよ。はいはい、ね、あといないか。あーどうぞ。秀吉頑張ってんね。移動で、そしたら稲葉山。ちなみにさ、加藤太平先生、こいつ絶対裏切るだろ。まあ、ちょっと上げとくか、この二人は。90ぐらいまで上げちゃいましょう。あとは裏切り要員の他の奴らがいるから。稲葉山城、うん、まあ秀吉、はいはいはい、築城で秀吉。そしたら一度清洲城に政治の値が高い人集めましょう。ここら辺集めとこう。一度集める、わけわからなくなる。普代に大垣に家康、亀山に、大元帥裁。そしたら、同盟で武田、どこ行った？いたいた。まあいけるね。 OKOK、 同盟武田無理か。おおダメか。なんだあいつら。武田さんがちょっと頭おかしいな。うん、そしたらここに信長でいいや。ちなみに技術は25。足軽やってるけどね。うん、同盟切れてるから早めに結びたいんだけどな。これも輸送しちゃっていいです。さっさと筒井城とか取っちゃおう。そしたら秀吉も一度清洲城に行きましょう。ここ暇な人いますか？あんまり使えなさそうで暇な人いっぱいいるわ。同盟武田無理か。あ、どっかと同盟結んだ。またみ、じゃあいや、北条滅ぼせば仲間になるか。しょうがないな。北条とね、武田と本当は仲間になりたかったんだけど、なかなかうまくいきません。ってなると、ちょっと大変だ。純粋に大変だ。これ私がやりましょう。で、編成、こっち頼むわ。敵の軍勢が、我が領内に向かって出陣しました。まあそうなるわな。移動で、ここら辺集める。大垣はさ、仮に取られても、一個ね、何も使ってない譜代があるから、そこでリカバリーできる。まあ普通に取りに行きましょう。そしたら浅井家に向けて出陣します。ゼロはまずい。前進。呼ぶか。技術は足んないから今のうちに戦争しよう。大元帥裁、今川義元、信長。なんか悪そうな3人だけど、まあ大丈夫でしょう。出陣しましょう。あ、待って、 OK、 出陣で目指す拠点は筒井城に向けて出陣します。大元帥裁の混乱あれば大丈夫でしょう。行け。城門が破壊されました。うん、取られるか。はいはい、そしたらここ取っていいや。かしこまりました。で、譜代1個残してたので、どうぞ。
ここ取って速攻で小谷城取ろう。ん、誰か寝返った。長尾さんか。あ、信虎仲間にするの忘れてた。まあまあまあやってんね。そしたらこれも編成で任せましょう。まあ大丈夫か。どうしました。あ、はい、これ私がやります。そしたら出陣しましょう。で、南蛮貿易のね、オランダがちょっと滞ってるから、それだけやりたい。お待たせください。はいはい、契約でオランダ。あとはもうちょっとか。一発混乱かもそう。はいはい、貿易で日本刀。お味方が、まあ、全然しません。突入しました。オッケー。そしたら信長はね、こいつら倒しちゃっていいよ。しました。ここ待っとこう。うん、まあ、弓痛いけどいいや。撃勝、撃ち取った。誰倒した誰倒した。なんで滝川一正倒しちゃうんだよ。そいつが欲しかったんだよ今回。まあいっか。撃勝、タッキーが死んでしまった。ね、島左近もらうか。島左近と桃地さん。あとは、うん、そんなとこだな。どうこっちは。ちなみに筒井城って足軽学者はないか。今いくつあるかな。32。城門を突破しました。検査しないとダメか。はいはい、ちょっとやるか。武田は伸びてる。あ、いいねいいね。長尾がなんとか粘ってるわ。はいはい、捕らえたり。うん、こっちはまあいいや。そこまで欲しい部署いない。26000、多いけど。敵部隊壊滅しました。六角は全然強くないから多分大丈夫。一度編成で綺麗にしましょう。東洋で、そしたら、いや、先にガンガン足軽学者。ちょっとこれだけ急ぎ気味でやっちゃいましょう。で、桃地さんは、そしたらここら辺いらないから、弊社やっといて。で、秀吉ここ一夜城ね。築城。承知しました。よ、裏切んな。まあまあまあ、兵力的にはだいぶ集まってきてる。運んでる。うん、あ、いいねいいね。北条が苦しんでるわ。あ、はい、どうぞ。裏切んな。追上どうなの。ちなみに鈴木家って、あー取れるね。あー、もらうか。貿易足んないって。薬、待ってね。まあこれでいいか。そしたら歩兵はやってるはずだから、多分、あ、十文字入ったね。これやっちゃいましょう。そしたら戦争しましょう。はいはいはい、もういいや。修復で桃地さん修復しといて。で、ここ普代で、どこだ、伊賀上野か。信長やってないもんね。はいはい、変わりまして。ごめん、なんか言ってた。小牧山か。はい、じゃあ光秀で。で、ここら辺ちょっとガテン系一人呼びたい。まあいいや。そしたら秀吉行きましょう。最下城に向けて出陣します。お任せあれ。あとはここもそうだね。清洲城こんな兵力いらんな。移動で、清洲城。島左近任せるわ。そしたら家康ね、
六角取りに行こっか。任せあれ。で、大垣に行ってくれ。大垣と、小牧山それぞれ出陣させましょう。姫、鉄線しません。兵糧 くれ米くれ。蛍光色がないから兵糧の減りがちょっと早い。粉承知しました。そしたら、編成任せます。うん、観音寺取りましょう。光秀も合流。承知いたしました。まあ大丈夫っしょ。あと最後は韓国でとどめ刺しますか。あ、早いね。前田利正が逃げたって。どっか行ったなあいつら。2万6000もったいないな。うん、筒以上に運びたいね。とりあえずそしたらこれ運んどいて。筒以上に運ばせて進め、まあ、戦争もさせたい。そうだね。そしたらちょっとあんまあ、いいや。変化、はいはい。特産品くれ。醤油。あ、どうぞどうぞ。捉えたり。もう余裕でしょ。ちなみにそろそろ蛍光色欲しいっす。兵糧きついっす。1万6000ね。まあ室町取るか。サンキュー。城門を突破しました。次は蘭方位だな。うん、6000か。まあいいや、取っちゃっていいや。はいはい。捉えたり。兵糧はありますか。兵糧に苦しむ。これは確実に。一回休憩。一回休憩しよう。そしたらここに、政治の高い人をここら辺呼んどきましょうか。でごめんね、ここ筒以上いるでしょ。ここら辺は私がやりましょう。あ、変か。どうぞ。承諾。馬欲しいな。移動で清須城で編成。これもいいや。ちょっと飛ばしすぎた。で、やることとしたら次は自社州と協定結びましょう。あとここも、まあ内情ないか。ちょっとね、兵糧がなさすぎる。まあ次の秋になったらだいぶ入るから、まあそれまで今の状況を整理しながら戦っていこう。まあ奉行もしてるし、ここ誰もしてないか。まあいいや。1万4000ね。おお、武田さんちょっと足引っ張られてんじゃない。仲間に。武田がちょっと伸びすぎたな。北条取りたいけど兵糧がないからちょっと我慢で、南蛮貿易もしたい。韓国ってどっか届く。あ、通るね。いいね。鈴木家往来。よう裏切んな。あ、どうも。まあ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 、順調っちゃ順調でしょ。武田が伸びすぎてるのが気になるけど。坊主ね。兵糧はどんなもん。ごめんね。兵糧、兵糧8万で次16万入るか。だったらしばらく大丈夫かな。協定で、承認し、いや、自社主いければ、いや、悩む。悩みます。うん、そしたら攻めましょう。ちょっと北条は後回し。今、取り込み中っぽいし。後回しにして、ガンガン攻めよう、筒井城から。とりあえず、境港取る、あ、足利取っちゃおう。今川と信長で大丈夫かな。
承知しました。絶対最悪の中のコンビだと思うけど。お任せください。うん、とりあえず取れるうちに取っちゃおう。これも任せちゃっていいね。十文字槍がそろそろ手に入ると思うから、まあ、手に入ったら、あ、はいはい、まあ、こいつら結んでないと思うんだよね、黒人衆ね。甲賀忍者衆と協定結んでるね。はい、入った入った。え、技術、内政がないか。うん、そしたら全部内政学者に変えるか。あー、ちょっと時間かかるな。内政学者適当にやっていて、ここら辺内政学者建設させて、二期作とかで手に入れていかないといけないから、どっか内政学者落ちてないかな。なかなかないね。北条はあるね。やっぱ北条取って、ここも取れば内政学者はすごくはかどるね。そういう形でいくかってなると、次やらなきゃいけないことは輸送だな。秀吉、そしたらよいしょ、運んどいてくれ。38,000、こっからも行かせればいいか。はい、どうも。はいはい。これは東洋はもう軍団に任せていい。八上城まで行っちゃうか、せっかくだし。せっかくだから八上城も取っちゃいましょう。かしこまりました。で、あんたら二人は岡崎城に行きましょう。で、編成うちがいるわ。で、こっちは任せるわ。頼むぞ。秀吉もここでいい。進め僕も長いです。あの人ほんとよく裏切るんだよな。うちなんでうちな、なんでうちなの、びっくりだわ。なんでうちな、まいった。武田と同盟結ぶどころか全然結べないわ。進め。まあいいや、じゃあ戦争しまくるか。あー、ちょちょ、進め進めね、そうするしかないよね。敵が我が領内に向かって出陣。舐められたもんだな。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。まあ大丈夫でしょう。内政学者を一気に建設する。敵部隊壊滅しました。大丈夫、これも大丈夫だね。一応協定結んどきましょうか。黒人衆無理か。敵の軍勢が武田が岡崎城出陣しました。そしたらそのまんまこっち行きましょう。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。あんたら黒人衆の訂正は あれないんだ。どう出る、多分戻って こざるを得ないと思うんだよね。頼むぞ。そうだよね、戻るよね。オッケーオッケー。追われてる。黒人衆に追われてます。ちなみに契約ってオランダ行ける？うん、はいはい、サンキュー。ここも取ったのか。八上城取ったのなら多分東洋が修復してるから、ここら辺もらって、長尾も結構伸びてるか。だったら逆に長尾と同盟結んでもいいよね。長尾と結んで武田滅ぼすか。それでもいいな。チャート的には違うんだけど、これ託すわ。武田兵糧は13万、二期作やってんのか。うん、岡部さん連れてきちゃったかもうちょっとまともなメンツ連れてくればよかった。お味方が城内に突入しました。まあまあ大丈夫大丈夫、このまま突っ込みましょう。
変換承諾。しかも昆布持ちばっかりだ。うん、まあこのままガンガン攻めますか。鈴木重秀入ってた。一応鈴木重秀は稼働しときましょう。うん、まあいいや。そうだね、次付加市場取っちゃいましょうか。ここも取ろうってなると同盟相手が必要になる。そうだね、武田。あ、武田ってうちホイも入ってないの。あ、入ってないんだ。リーチゲのやつだね。ちょっと話変わるわ武田のこと嫌いだったけどちょっと好きになるわ。そうですか。ああ、これは大丈夫だね。変化、はいはい、承諾。一回ちょっとね、平成はここもやっといて、貿易とか見直したい。ああ、一応やっといた方がいいのは兵糧なんだけど、ちょっとね、あれですあれです、乱方位が欲しい。はい、一式が終わった。これもらいましょう。そしたら2万4000か、まあ、将兵結構あるはずだからそのまま鳥取目指すか。鳥取はそれだけね。はい、お茶で、取引。オランダ金ね、最高。速攻で終わる。足んない足んない。了解でいい。行きましょう。鳥取城に向けて推進します。ここも任せます。将兵は1万9000あるか。だったらそのまま深市城を攻めてもいいか。1400、少な少な。どうしちゃったの。戸隠忍者衆と協定を結びましょう。内政学者がちょこっとあるか。はいはい。あ、お前裏切ってたな。はい、キャッシュ、あ、無理か。契約、オランダ。ちょっと足んないか。うん、ちょっと足んない。なんでもいい。なんでさ、弓の記事を攻めんのやめたの。あれ、水軍衆が同じ拠点にいるからやめちゃった。うん、先取るか。あ、待って、やっぱ不可視場だけ取っちゃった方がね、後々楽なんだよね。ここに拠点があるとさ、意外に面倒だから、これ取っちゃおう。山本春之、知略の化け物がいるな。ちょっとマロ二人はちょっと残っててもらおう。順調だね。はいはい。あ、お金ない。そしたら協定で、水軍衆内政いける。なんか内政学者やらなきゃダメか。しょうがないな、一回やろう。本当は奪って自分で建設することのないようにしたかったんだけど、まあ兵糧必ず息切れするからやっときますか。筒井城、筒井城も、あ、ぼかしちゃった。内政学者。あと、ここもあるよね。戻して、内政学者。で、あと、北条の拠点取れば、内政学者はバッチリになるはず。内政学者で。不可市場を取ったら、次どうするかな。まあ北条だよね、そこまで行ったら。長野さんもいるんだ。はいはい、ダメごめん、金はダメ。オランダ編成で鳥取城邪魔だから取ろう。こいつら戻っちゃうんだったら私が操作すればいいわ。
出陣で柴田勝家、あんまな知略ないやつに出陣させたくないけど、まあしょうがないね。これで乱方位が手に入る。そしたら薬、技術なんかすぐできるやつある。鉄砲学者はいいや。あーうるさいうるさい総構えか、いいの持ってんな。12000、兵糧が手に入ったら、突入しました。どうすかな、招き入れちゃった。いや大したことねえからいいや。ちなみにさ、美濃和城そんなもんね。あー援軍も大したことなさそうだ。ちょっと一回戦争をさせるか。誰もいないの。どうした、誰もいない。あいたいた、筒井さんとかって裏切んないよね。大丈夫かな、ちょっと大丈夫かな。まあいいや、裏切らないことを信じて、これ輸送しといて。先生でこっちからは美濃和城に向けて出陣します。あとは大元節祭、いいね。武田の拠点こうやって荒らせるのはでかいわ。手伝いしません。これも編成で任せましょう。でごめんね、ここ稲葉山城に、ここら辺連れてくか。あとやってないこと、まあ技術開発だよな。なんかくんないかな、お米あんね。ここら辺もぶち壊して内政学者建設がいいけど。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。何に入ったんだよあー忍者衆風魔か、ごめん一回戻って。これは私が悪い。協定で風魔忍者衆、ちょっと待ってね、金くれ。協定風魔忍者衆、とりあえずこれ協定結んだら美濃和城取ろう。それまで帰りましょう。ちょっと帰ってていい、危ない。前進、オブ正影、なんでこいつ野戦挑みに来たんだろう。まあこれはちょっと待機でいいかな。赤松家、あ長野さんダメ、強すぎる。赤松が調子に乗ってんな。 OK これ大丈夫だね。そしたら行きましょう。任せよ。どう技術は、二期作はまだ足んないか、美濃和城はないか。うんうん大丈夫大丈夫。そしたら姉小路取りに行きましょう。かしこまりました。でここ編成で任せます。うん、これも大丈夫だね。築城隊美濃和城に今運んでもしょうがないでしょ。 OK 乱歩位も手に入った。武田どんなもん、あんま大したことない、ね、68000、あ全然ないじゃん兵力。上杉は、あ上杉、あ全然みんな大したことねえわ。お味方が城内に突入しました。そしたらちょっと知略の高い人片っ端から集めよう。あ知略じゃない、政治の高い人、いろんなところに寺社衆との協定を図っていきましょう。黒人衆まあ気にしなくていいや。君どこ行くの、奇襲いける、アシナさんか。まあうちの方がスピード速いからそこで取っちゃっていいや。騎馬隊でいっか。承知。兵力は27000と24000、合わせて一気に岩月いくか。早いな早いな。許可、はいどうぞ。姫路がそんなもんか。あいいねいいね。そしたら君たちそのまんま、見てきてそのまんま富山城行っちゃっていいや。で家康殿も富山城に行きましょう。で編成任せる。
OK。 春日山まで行ったらちょっと柴田城多いからいいか。これ戻ろう。そしたらこっからも出陣させましょう。誰もいない誰もいない。大元正妻酒井さん、この二人。あ、坊主いいね。兵力は3万6000と1万3000。あ、自社衆と協定結ぶの忘れてた。そしたら攻略させるか。はいはい、どうぞ好きにやってください。岩槻城に向けて出陣します。まあ2部隊でいいかな。平井城、あ、平井城はいいや、ほとんど。とりあえず拠点に合わせないようにね、目標は。であとはこちらからも大元正妻こんな進めと、酒井さんは足軽データでいきましょう。うんうん、まあここも取れそうだな。なんで一人行ってんだなんで一人行ってんだこれ。あ、いいね、そのタイミングで行ったら素晴らしいね。メンツクソ雑魚でちょっとどうしようもないけど、秀吉いるから水攻めでもいいな。敵部隊、まあ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 、壊滅しました。まあそのまま行っちゃっていいか。もう腰を割れ。そしたら軍団に任せましょう。オッケーオッケー。まあ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 、とりあえず岩槻城はさっさと取ろう。敵が我が領内に向かって出陣。邪魔だな、一回停戦。あ、無理か。技術いける？日記作。あ、品種改良もいけるか。いや、先に日記作やっちゃいましょう。 OK で、編成で、これ私がやりましょう。同盟じゃない、韓国。多分そろそろね、北条包囲も結んでるから無理か。あれ苦戦してんね、助けに行こう。秀吉行こう。秀吉と、鈴木重秀行きましょうか。はい、島津って伸びてる？そうでもないか、火薬改良まで行ってる。島津って同盟相手は相良か。ってなると、まあ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 、これは任せればいいから。品種改良もやってる。古賀御所か。ちょっとここに強いメンバー集めるか。うん、みんな取り込み中だ。まあ小田原は大丈夫だ。国人衆城内に突入しました。まあまあまあ大丈夫大丈夫。とりあえず北条は取ってしまおう。寝返り、六角が寝返りか。まあ大丈夫だね。オッケー。捕らえたり。そしたらこの兵力はそのまんま岩槻城に運びましょう。はい。でごめんね、これちょっと私がやります。君たちが引き連れてくれた部隊も、あの、全部岩槻城に運んじゃっていい。こっちは運んじゃって。で、これも運んじゃっていいや。で、岩槻城からガンガン関東攻めよう。どう？あー、大丈夫だね。斎藤義達いてし、まあ大丈夫でしょう。素晴らしい。ってなると一回編成で見るか。うん、大丈夫だな。さてさて、ちょっと落ち着いてきたか。光秀がそこ、どっかしらか戦争仕掛けさせたいね。4万5000たまったね。
ここで姫路城取っちゃいましょうか。メンツは、お、半兵衛いる。竹中半兵衛はいいね。竹中半兵衛、どこだ、ごめんね。統率で竹中半兵衛。役職あげるわ。裏切りそうだし。危ないから、ここら辺役職いっぱいあげて、出陣部隊の数を減らそう。オッケー、行くか。目指す拠点は、姫路城に向けて出陣します。二部隊で行けるかな。ここら辺に信長とかどこにいんだ。お谷城、そうだね。そしたら協定で、忍者衆協定結びましょう。オッケーオッケー、ナイスアシストになるだろう。二期作入った。次品種改良150日、協定は自社衆。ここも結んじゃうか。やなくていいや。まだ、さて戦争しましょうか。古賀御所に向けて出陣します。承知。あと島佐子、承知。大元節祭、まあこれぐらいいけばいけるでしょう。編成で任せるわ。平井城はまあまあまあほっとこう。これ築城しようとしてんの。ああ。春日山とかも取れるね。武田は多分大したことないと思う。同盟相手どこと結べばいいの。結局同盟どことも結ばずに終わりそう。上杉は、上杉そんなもんか。南部がなんか伸びてんの。はい。だいぶ、なんで黒人衆がいるんだよ。島佐子も食らうか。古賀御所だから里見か、これ。あ、はいはい、大友総理どうでもいい。なんで里見がこんな強いんだ。オッケー、頼むぞ。お味方が城内に突入しました。これも大丈夫だね。あ、強いね。待て、これ誰、官兵衛だな。先に官兵衛倒したっていいや。お任せあれ。秀吉、あれ、アシナさんいたっけ。うちにアシナさんいたっけ。そしたらそのまんま、黒城行きましょうね。敵将捕らえたり、敵将捕らえたり。で、こっからも出すか。これってさ、上杉か。上杉そんなもんか。黒川城、あ、武田となんか戯れてる。あー、ちょっと待機でいいや。どう、あー、こいつ調子乗ってんな。まあ、期間はな、姫路城に打った方が良かったか。まあ、とりあえずさっさと官兵衛倒しちゃって。敵将、え、待て、打ち取った。よかった、赤松さんか。じゃあいいや。敵将捕らえたり。とりあえずね、官兵衛だけ仲間にしといてほしいんだ。官兵衛は使える。黒田官兵衛、官兵衛だけお願い。毛利は5000か。これもガンガン攻めた方がいいね。こんな承知と、コブ大丈夫だよね。それで任せます。遠征頼むわ。家康いるか。家康ちょっと持ってきたい。古賀御所に家康が欲しい。家康光秀でもらう。まあ、これも制圧しちゃいましょう。包囲網ってもうなくなった？まだあるか。契約は、一応もらっとくか。で、兵糧問題が必ず出てくるので、自社衆との協定、自社衆結んでおきましょう。自社衆ね。はいはい。日本刀、はい、官兵衛入った。黒田官兵衛に、役職。援軍がちょっと多いな。足軽、まあ
なんか嫌な予感するな。これちょっとやめとこうか。ごめん。戻っていいや。多分勝てない。勝てたとしても場内に突入しました。深追いは必須だから。深追いってか傷受けそうだからやめとこう。先に本願寺取っちゃった方がいいね。よし、はいはい、承諾。まあこれ取ったら韓国で里見は滅ぼそう。あ、どうも。韓国ね、里見。オッケー、お疲れ。あとは韓国通るところあるかな。あ、北条も入るね、いいね。北条入ればあと楽になるな。あとはまあそのとこか。君多分そこ行くとね水軍衆やられるからやめとき。移動で、そしたら、黒人衆襲撃。あ、いや先に上杉通ろう。あれ、意地があったか。びっくりした。前進。こっちいっぱいちょっと呼んじゃったな。4万か。まあ岡山を取ればもう終わるね。まあ先に本願寺の石山が邪魔だから取っちゃった方がいいような気がするんだよね。考え一応やっときましょう。兵力は3万あるからここ攻めていいけど、攻めさせるか。はいはい、坊主ね。授業で北条氏康。こっち氏康呼んじゃいましょう。氏康ね。変化、はいはい、もう承諾。そしたら編成で、ああそれか。じゃあいいや、全部やるとねまたやり直さなきゃいけないから、出陣しましょう。宇都宮城に向けて出陣します。北条氏康強えな。メンツがやばいね。あ、光秀ってそうだよね、役職あるやつだけで出陣させよう。で残りはとりあえず姫路。上杉取っちまおう。どこ行くの、何やってんの。何やってんの。あ、行ったね、びっくりした。私が指示出さなくてもアイコンタクトで行ってくれた。これ何やってんの。おお、いいね、素晴らしい。みんななんか急に戦争始めたな。そろそろやるかみたいな。金がない。で、あとは契約貿易やってるよね。まあ宇都宮はサクッと取りましょう。あ、君たち同盟結んでるんだ。突破しました。謙信入った。まあまあこれ軍団に任せましょう。はいはい、よう承諾しまくるな。どんだけお人よしなんだよね。人の拠点を滅ぼしておいてさ、やっぱ返すよみたいな。そしたら、上杉取ろう。出陣で黒川城に向けて出陣します。承知しました。上杉取って謙信に暴れてもらうか。お任せください。まあ多いけど足軽なんだ。なんだ、馬ないもんね。ん、これ君たちも行くの。山形城南部のくせに調子に乗ってるわ。もうちょっとうまくできません。あれだね、あの毛利が三好家攻めてるわ。今のうちにそしたら取りに行きますか。柴田勝家とか技法したいランキング第1位でしょ、この人。どうせ適当に嘘ついときゃ、あ、そうなのみたいな感じで拠点に戻るかな。任せます。坊主ね、サンキュー。坊主はいつ来てもいい。うちの顧問になってほしいわ。顧問僧侶みたいな。あ、忍者衆か。これごめん、一回戻っていいや。忍者忘れてた、すまない。これは私が悪い。大体私が悪いんだけど、紛れもなく私が悪い。で、ね、政治高い人ちょっと欲しいわ。板倉さんとかここら辺もらうわ。
ちょっと厳しいね。やろうか。その間にちょっと暇だから佐竹でも取るか。はいはい、柴田茂家反乱を起こすぞ。そいつは前進。お、戦争。ああまあじゃないよ、ああじゃないよ。そしたらそのまま、佐竹取ってやましょう。何、あ、黒人種。まあ大丈夫っしょ。秀吉一人かわいそうだから待ってあげて。敵部隊壊滅。ごめんね。お任せくだされ。はいはい、考えが入った。朝倉滅びた、素晴らしい。内政で、天魔政、これやっときましょう。でね、協定でだいたいね、宇多津湊の水軍衆にやられて三好にボコボコにされるっていうのが世の常だから、これやっときましょう。で、韓国、誰か降伏しないかな。サンキュー、忍者も OK。先取って、その後山形行くか。転戦しません。これも軍団に任せましょう。頼むぞ。あ、いいね、取ったんだ。タコ坊主でも無理だったか。これはどんな感じ。あー、ようわからんなようわからんな理解できてないって。ヤバセ城、築城ね。はいはい。そしたら編成で戻してあげて、これ韓国飛ばしちゃいましょう。うん、諦めな。佐竹義重とかいるかな。まだいないか。相馬さんが今伊達の方に行ってる。なんでだろう。うちのこと気にしてない。まあいいや。そしたら、黒川城に行きましょう。行け。もうね、忍者衆と協定結んだので、めんどくさいことにはならない。攻めて来られたらめんどいから、これぐらい。やってんね、いいねそこまで頑張るんだ。君たちの頑張りには頭が下がりますわ。変化。前田利家、三好家、またか。やばい、金がない。あいつちょっとな、官位上げるとか言っときながらちょっと厳しいよね。協定で、そしたら水軍衆、木津水軍衆と、機内国人衆、もう兵糧たくさんあるから大丈夫。敵が、あ、岡山城ね、領内に向かって出陣。包囲網を結ぶと敵が無謀に突っ込んできてくれるんで、敵の軍勢が、軍勢が、まあ、変な人たちだなと思ってくれれば。出陣しました。突っ込むくせに返還要求するって頭おかしいわうち戦争するけどさ、捕虜返してくんないみたいな。ダメかな。そらダメだよ。いやー、そっち行くんだ。ね、伊賀上の誰かいる。大関高松でいい。あ、いいじゃん、佐竹義重いるわ。ここら辺もらおう。奇襲来るよ。上司、さすがの剣心だね。あー、さすが味方が激励してくれたわ。敵が我が領内に向かって出陣、壊滅しました。まあ来るか。誰もいない。誰か近場の人をここら辺呼んどくか。そしたら、とりあえずダッシュで修復しといて。で、櫓とかたくさんあるから、まあ大丈夫だと思うから前出といて。城門を突破しました。お任せください。頼むね。なんかいっぱい出てきたな。うちのメンツはそんなダメージ食らってないか。とりあえず中に入らせよう。剣心とか先に倒さないと。むしろ剣心が欲しくて戦ってるところはあるから、ここは慎重に行きましょう。大丈夫。ああ、まあ大丈夫か大丈夫か。戻って、そうそうそう、剣心早くあんたが戻れば全部解決なんだよね。武田はちょっと伸びたけどそんな強くない。あ、混乱しちゃった、やべ。あ、よかった。誰だろう、宇佐美さんかな。でも宇佐美さん確か溺れたよね。あ、無謀でしょ。アマゴが無謀、アマゴ
復興に向けて頑張ってるけど、それは復興できないわ。敵が我が領内に向かって出陣。誰が取って？あー、あれ、あ、制圧できなかったんだね。結局どんな感じなの？あー、よくわからん。帰ろう。まあ大丈夫っしょ。うん、これはちょっと制圧しちゃいましょう。敵我が領内に向かって壊滅陣しました。あー、もうしつこいな。めっちゃ名声上がってんじゃん、780。これ追わなくていいんだけど、磯野さん磯野さんそこまで頑張る君はいらないです。うーん、ちょっと、あ、まあ上杉謙信だけ欲しいから一回包囲で、ごめんね、もったいないけど、ちょっと時間かかるけど、敵部隊包囲しちゃおう。壊滅、もうめんどいもうめんどいはいはい、倒しちゃっていいよ。敵将何やってたお前は。東洋で上杉謙、最上義昭と上杉謙信いる？いたいた。謙信、景勝、あと直江兼続ぐらい欲しい。いる？まだ樋口か、まだ。わからんわからん、いない、いません。何やってんの。ああ、こっち兵力全然ないんだ。サンキュー。さてさて、義理に熱い上杉謙信が仲間になったぞ。朝倉総敵もあげよう。最上義昭は全然義理堅くないから気をつけた方がいい。快活、まあこれぐらいあげればいいでしょ。さてさて、うん、将兵も結構あるから、そしたら移動で兵力どれぐらい？4万か。うん、これ戦争させましょう。戦争準備万端だね。ここは、あ、ちょっといいや、とりあえず下津井湊取るか。うん、それで任せます。で編成でこれ軍団頼むね。アマゴしつこい、しつこいよ。5万4000がいるんだ。だったらこれ私がやりますか。メンツが絶対やばいから、矢橋、下田、ここら辺もらおう。うちの軍団が無謀に戦争を始めたから助けに行くか。そしたら、柏崎港に行きましょう。で、あと宇治安、承知しました。で、秀吉ね。で、君たち2人はもういいや。2人は、用済み。とりあえず弓の騎乗に運んでおきましょう。メンツがね、みっともないよね。我が領内に向かって出陣何？黒川城？うち来んの？誰？あー、多いな。ちょっと誰か、家康、残そう。退却！兵糧は？いや、柴田城通ろう。誰だ？秀吉か。オッケーオッケー、やっぱ柏崎港。おお、いっぱい行ってるわ、思ってた以上に。超食らいすぎでしょ、技法。いや、これ軍団に任せ、あ、いや、行っちゃうか。いいね、いいね。これは制圧完了したのね。そしたら、下津井港、私がやりましょう。3100と14000、援軍来られたらちょっとだるいな。船ってあるかな。お味方が城内に突入しました。敵船ないか。だったら、混乱で吉田郡山城に向けて出陣します。 OK、 そこ任せるね。ここは朝大名来ちゃったか大名呼んじゃった、ここら辺大名はいいや。で、出陣しましょう。景勝、生子に向けて出陣しましょう。承知しました。で、信虎はいいや。朝倉総敵、光秀、あー、いっか、いけわかりません、編成。あー、はいはい。敵将捕らえたり。うん、逃
げすぎだろそこ大丈夫だね。そっちは信じて待ちます。そしたら柴田城に行けて出演しましょう。任せよ。あれ OK、 まあ家康だから大丈夫でしょう。足軽ね。そしたらそのまま相馬に行こう。一人で行こう。弓と弓、鉄砲だったらちょっときついなと思ったけど余裕だね。7800か。蓮沼はメンツがしょぼいな。敵将、あー、はい、捕らえたり。そういえばさ、南蛮貿易って今どう？やってないよ。イギリスやっといて。あと技術で、弓やっといてほしい。敵将、オッケーオッケー、いいね。捕らえたり。弓は意外にね、あの必要になるとき来るから。城門を突破しました。敵部隊、まあこれも大丈夫かな。壊滅しましたいいね、頼むぞ。敵将、捕らえたり。敵将、オッケー、武田の拠点を一気に荒らすぞ。次は山形城、任せよ。あれ、宇治康も連れてって、任せよ。あと秀吉、いいね。武田が伸びてないのがすごくいいわ。家康一気がけになってる。そう、あのね、次大河ドラマがさ、家康じゃん。あ、はいはい、壊滅しました。ちょっと腕横にしてたわ。次大河ドラマ家康じゃん。だからね、一時期ね、徳川家康一気がけでもやろっかなと思ったんだよね。興味ありますいきなりここで聞くけど興味あります？うん、これはもう軍団に任せましょう。これも大丈夫だね。あとは四国にどれぐらい早く行くかが問題になるから。あとはここも邪魔だな。はいはい、だってね、3200、まあ溜まってないんだよな。山本春之かな、技法は。信玄か。そしたら多分雨子落ちると思うんだ。うん、雨子はもう勧告させちゃいましょう。降伏させて。オッケーオッケー。そしたらそのまんま次はこの目でいくか。編成。次目指す拠点は、この峰城に向けて出陣します。任せ。ちょっと矢倉きついからみんな頑張ろうね。任せ。ノブトラ、まあいいかノブトラに対する信頼が全くない。任せ。お願いします。お味方が城内に突入しました。オッケー。山形取って、雪高と、これは秋山さん、戸隠忍者衆はまあどうでもいいや。はいはい、はいはい、素晴らしいね。勝利の報告が止まんねえ。韓国相馬、相性最悪だけど頼むぞ。 OK、 いいね。はい、どうも。編成、そしたらここら辺も編成自由に使ってください。ここもいっか。よし、そしたら戻ってきたら一人で伊達家取りに行こう。イエス、お前に任せたぞ。まあイエスさんなら大丈夫でしょ。任せよ。ちょっと大丈夫かなうまくやるんだったら港攻めた方がうまいけどね。どこ行くの？退却。いいです。うん、坂田港行きましょう。ガンガン進軍。弓学者が手に入ったから、任せよ。なんか弓技術手に入れに行くか。はいはい。そしたらポンポン弓技術、ここら辺とりあえずやってみて。三好がね、韓国で落とせれば楽なんだけどね。港で兵力そんな集まってないんだ。ちなみに毛利って残りの拠点ってそんなないんじゃないかな。毛利ってどう？あ、もう終わりじゃん。韓国、毛利さん、なんだ意地になってるわあの人。
ノーミンを追いかけてる家康、どういう絵だよね。すいません武田さんは、ああ終わりだね。武田弱くて助かるわ。てかうちってさ結局どっかと同盟結んだ結んでなくない？織田をさそこで滅ぼしてさ武田と同盟結ぼうと思ったけどその後何もやってないっていうね。ちなみにどう、ああメンツがひどいけど、まあ、あ一人いるわ、光秀いるね。まあみっちゃんいるんだったら大丈夫か。え、はいはい。そしたら、こっち檜山城を目指して、で最後降伏でとどめさしますか。あ、いいねいいね、素晴らしい。山口も取った。あ、いいね、これ来てくれた方がいいわ、そっちの方が助かる。ここで兵力削れれば三好多分降伏するわ。これ私がやります。みんな戻ってきて、そのまま、下関港に行きましょう。どこ取ったって、見てない見てない、わかんない、知らない、知らない。コブとここでできるだけ兵力削って、文字港は港でちょっと海上戦は苦手なので、うん、ある程度陸上で兵力減らそう。どこ行くの、キイダニ。ああそうですか、技法規制進む。まあ3000ちょっとだから、まあ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 弓で、契約イギリス超級手に入れれば楽勝になるんだけど、お味方が城内に突入しました。誰、家康一人でごめん見てなかった。あれ太田助政、あ援軍出してくれたんだ。ま、秋山さんも速攻で落ちるでしょ、倒しちゃっていいよ。はい、どこと強敵切れた、敵部隊、まあ大丈夫だよね、壊滅、技法キツ、自制の句はその場で考えなさい。そしたらちょっと待ってね、編成でこれ私がやって、韓国伊達、あと編成で、ここら辺頼みます。あ、ここ取っちゃったか。まあ5万あるから大丈夫だね、鉄砲はないか。水軍衆と協定結んでないことを祈りながら戦おう。どうも私は結んでると思う結んでると思うけど、あえて攻める。結んでると思うんだったら目標を合わせんなって話だけどね。いいねいいね、四国に侵入できれば、あ四国じゃない、九州に侵入できればだいぶ楽になるわ。で多分三好もね、今回下津井港の攻撃失敗、あ毛利落ちんね、いいね、長宗我部、あ違うわ目が疲れてた、毛利落として、まあそんなとこか。技法やばくないこれ、お任せください。あはい、うん、やっぱ揃ってんな知略軍団が。とはいえもう奇襲も何もできない、6000、まあまあまあそのままいっちゃっていいや、素晴らしい。怒ってるわこのおじさん、怒ってるわ、なんだあの人、変な人だな。あ遊んでる、みんな行こう。そしたらね、その隙に橘山城も取っちゃっていいや。援軍来ないよ、じゃあ編成でお願いします、好きにやっていいよ、頼むぞ。技法受けすぎ、どこ、あ毛利落ちちゃって、なんでその時さ毛利はさ、うちが韓国飛ばしたのにさ意地張ったんだ、あいつら変な人たちかもしんない。うん、檜山城とりあえず技法うざいからさっさとやっちゃって。これ行ったか、行かなくていいんだ、行かなくていいんだ、ごめん、これはね無理しなくていいんだ、マジで君たち、あの港の相手舐めちゃダメだよ、帰りな、帰れ帰れ。
いいんだ、戦争は終わったんだ。29,000。さすがにそろそろここが邪魔になってきた。弓で速射砲、兵力は溜まってるか。佐竹義重とか、そうだ、連れてきてたもんね。そしたらぼちぼち石山に攻めましょう。あー、もう何でもいい。かしこまりました。で、編成でここら辺も私がやりましょう。ちょっと待ってね、あと合流したらですね、韓国武田氏康結構食らったね。どうぞ将軍。将軍返してくれっていうのもおかしいけどね。ちょっとうちの将軍捕まったからさ、ちょっと返してもらっていいかなみたいな。あんま聞かないよね。それで承諾でただで返す私もどうかと思うけど。こっちも攻めましょう。南部ね、南部はまあそこまで強くないと思うから大丈夫だと思う。編成頼みます。お、めっちゃ来ちゃったな。韓国いいです。いいです。強いな。ちょっと待って、キー谷の方々ちょっとさ手伝おう。みんないなくなった。信長か。まあ、手伝いに行きますか。どうなってんのこれ。これ行かなきゃダメだね。編成でここ負けたらいろいろと大変なことになる。承知。移動で聞いたに。そしたら出陣しましょう。任せられ。大丈夫？混乱してるか。大友が結構強かったな。味方が捕らえられました。城門を突破しました。まあ、黒人衆来てくれてるから、まあ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 、そのまま押し込むか。みんな数でいこう。バラバラで出陣させてるけど数でいこう。任せられ。これ本当に大事な戦だから頼むね。 OK。 これは大丈夫。ここも大丈夫だね。ここ取ったら武田多分降伏すると思う。あ、これ見てなかった。前進。それは死ぬぞ。進む。これは私が悪いぞ。捕らえたり。あ、だったら君ついでにさ、ここ叩いてて、そしたら出てきて水軍衆と遊びが始まるから。移動で、そしたら檜山城に移動して韓国で武田飛ばそう。どう。おー、いいねいいね。ここか、檜山城。韓国武田、なんだあいつ、あのじじい頑固だな。もちろん、もうないでしょ拠点。これだけでしょ。なんか変な人だな。まあ、いやじゃあ戦争しよう。南部も調子に乗ってるから行こう。承知しました。私口悪いかもしれない。今思ったんだけどさ、私って結構口悪いかな。石川城。承知しました。あー、うるさい。いいねいいね、これ素晴らしいね。ここ取ったのでかいわ。ちょっとうちの朝倉総敵捕まってるから助けてあげてくれ。いいね、信虎勝ったね。死なないじゃん。オッケー、素晴らしい。そしたら橘山城は私がやって、はいはい、村中城に向けて出陣します。任せよ。まあ島佐子もいるし大丈夫か。そしたら編成で任せんね、頼むよ。そう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 、そう、それでいいです。それを待ってました。そしたら、のんびりと攻めましょう。承知しました。かしこまりました。任せよ。やっぱりね、石山はね、これがあるからね、この水軍衆祭りは。こっからも攻めますか。清水宗春、義理敵男。でも私前実験でやったらね、普通にね、備中高松城丸ごとね、小田家にあげてた。野村がね、野望で義理が大使裏切んないかなと思ったら、そんなことなかった。すっとね、
手土産に持ってきましたぞみたいな感じでね、普通にあげてた。あれおかしいなと思った。はいはい、韓国武田はいけんね。上杉いけんの。ケンシちょっとこれ見たいんだけど、ゆっくり見たいんだけど、まあさすがにまずいか。上杉ケンシいけんの。まあ南部はどうでもいいっす。おマジか。なんか嬉しいな。なんか、あ、ごめん、RTA だからちょっとちゃんとやるわ。なんか、剣心が寝返らせたって。なんかいいね。あ、どこ行くの？あ、そっか。降伏させたからね。そしたら、家康は、そのまんま、あー、そういうこと？うん、ここ取っちゃっていいや。進め！やってんね。あ、まあまあまあ、大丈夫でしょう。任せます。なんかいっぱい始まってんな。いいねいいね。おいいね。こっちも行くの。素晴らしい。君たちの頑張りには頭が下がりますわ。信長。なんかうち信長家、織田家になった。あ、なんか危ない人たちがいんな。島津がいんな。島津はね、なんか危険なんだよね。なんか痛い。島津。島津ってなんか痛いんだよね。そしたら協定で水軍衆いいか。韓国ってどっか飛ばせる？あ、いいね。そしたらごめん、大友通るか。確かここにさ、あの武田の人たち、本田忠勝がいる。ごめんね。編成でよいしょ。操作、マウス操作がおぼつかない。橘山城に、違う、私は違う。村中 で残った方々で麻生家取りに行こうか。任せあれ。大丈夫大丈夫、兵力たくさんあるけど大したことないから。こっからも本田忠勝いるもんね。本庄重長は 100% 技法の話を受けるけど大丈夫。韓国大友 OKOK に3日で降伏するわ。早いね。寝て起きたらもう降伏しますみたいな。あ、どうも。そしたらそのまんま、長崎港に行きましょう。うんうん、順調順調。これどう？あ、やってんね、いいね。頼むよ。協定で水軍衆、ここが邪魔すぎるんだ。あ、家康のおっさんちょっと待ってて。はい、サンキュー。そしたらここら辺に行けていいや。え、ごめん、契約でイギリス長久手に入ったらもう宇多津湊とか余裕だから。はいはい、最上義昭セットはもうセットもしなくていいけど、とりあえずここ取って、で港取れば韓国で柿崎終わる。どうも。いいねいいね、頼むぞ。でここも編成かけましょう。一番の動説がいる。うまくやるんだったらこれ裏回ってね、黒人衆戦わせた方が早い。でもめんどいからいい。まだ、しません。なんだよ今更かよ。貿易、日本とここはどうなの。25,000か。お味方が、ここ兵力運ぼうか。突入しました。我が領内に向かって出陣。あー、ちょっと危ないね。ちょっと遺体系の人たちがいるな。そしたらちょっと待って、編成で、石山は私がやりましょう。で一括で全員戻して、下妻ライルも仲間にしようか。羊人でよいしょ。目指す拠点は、黒瀬城に向けて羊人します。もうみんな行っちゃっていいや。承知。で島津とあのぶつかって戦おう。ごめんね、ちょっと多いけどこれ やっとかないとダメだ。承知いたしました。てか西園寺落ちるんじゃない。落ちないんだ。そう、あ、家康戦っていいよ。お任せあれ。そしたらこの、人たちも、みんな移動でこっちまで来ちゃっていい。いいね、だいぶ突き抜けたね。
責任者衆との協定が切れた。それ結んどきましょうか。協定責任者衆。あ、そうだ、弓学者、弓技術なんかやっとこう。強弓、強弓、読み方わからん。技法いいね素晴らしいね。鈴木茂でいるんだ。まあ大丈夫だね。うん、これ任せるわ。これも編成でお願いします。まあこんなとこだね。とりあえず編成飛ばしておいて頼むぞ。うん、実心祭一人かこの軍団来るから大丈夫でしょ。しません。責任者 OK。 タコ坊主よくやった。そしたら船屋方ってどんなもん。1万7000か。うん、長崎48000、ボーナス取るか。そしたら、ボーナスを私がいただいて、機関でメンツやばいね。メンツすごいわ。どう考えても仲悪くない君たちってやつらがいっぱい揃ってるわ。ボーナス目当てに向けて出陣します。弓でいい。進め。そのうち長弓が手に入るから前進。お味方でとどめさせる。前進。で、ここも任せます。はいはい。弓で来るの島津で弓か。大したことないな。柿崎終わり。柿崎が終わると、そうなると長弓は残りどれぐらい。何番。うん、イギリスぼちぼちか。おお、行くんだ。いいね。あ、素晴らしいね。鉄砲全然ないねあれどこ行ったのあの人。はい、どこ行くの。山口な、何しに行くんだ。余計なことしないでくれ。大元切磋そのまま三好任せあれ。しました。まあ大丈夫だね。オッケー。捕らえたり。入っていいよ。前進。そしたら、九州地方を南側から荒らしていきましょう。カジキ城、カジキガンガン行こう。任せあれ。相良がちょっと残ってるんだ。 OK、 ありがとう。話が早いやつは私は好きだ。移動で、そしたら八塚さん行っちゃおうか。稲葉一徹と八塚さんをよこして相良取りに行こう。長距離入った。お味方が入ったか。お味方が入ればこっちのもんだから行くか。出陣で弓弱くてもいい。宇田澄奈に向けて必然。弱すぎるけどまあ大丈夫だろう。うん、大丈夫大丈夫。方針で頼むわ何が起こったと思ったんだろう。西園寺どっか、どこが戦う。あ、西園寺落ちるね。いいね。今どこがキンキンいってる。エフェクトでちょっと遅くなるわ。そしたら、これも私がやります。でそのまま下に回す。で編成でここ飛ばしましょう。これか。なんかみんな混乱してない。大丈夫。寝てんの。まあ大丈夫かな。ギリギリ OK。 入ったね。これ大丈夫だね多分島津兵糧10万なんぼ呪文を出すこのこれよ。このお味方よ。これさえあれば統率42度も簡単に制圧できる。いいねいいね。それに信長、そしたら相良取りに行きましょう。
任せよ、あれ。あ、ごめんごめん、来ちゃった。あ、ごめんちょっと待って手が滑る。薩摩忍者衆協定、九州黒人衆はもういいや。でちなみに韓国届くところありますか。いいね、超速が落ちるね。いいね、素晴らしい。超速壁一条径でね、今更なんだけどさ、私ね、タイマーをね、途中でね、なんか止まっちゃってタイムどれぐらいか分かりません。結構早いと思う、それだけは確実。多分ね。お味方が城内に突入しました。うん、君たちそしたら韓国通るからそっち行かなくていいや。ごめんね、そのまんま最近見ないで行ってくれ。多分大丈夫、弓の長距離砲があるから大丈夫。 OK、 サンキュー。超速壁が落ちる。あと三好が結構拠点残ってんだ。サンキュー。編成、ごめんね。よいしょ。カジキ落ちた。これうちがいるか。はいはい、そのまんま。そしたら肝付き、どこ行った。武将がいなくなったぞ。信玄、武田信玄呼んどこう。訂正しません。そしたら、清水はこっち。はいはい、これで通ったから大丈夫か。弓があるから大丈夫。そのまま油積みだと。いいねいいね。うん、そしたらお工場を取るか。出陣で弱くても大丈夫。足軽はうち強いからそのまま突っ込め。土井さんいれば大丈夫だね全然兵力ないけど大丈夫。オッケー、素晴らしい。捕らえたり。はいはい、こっち行こう。任せおれ。そしたら北条綱重がいるから行きますか。ガテン系2人だな。まあまあまあ、なんとかなるか。承知。任せおれ。任せます。これ強いね、さすがにね。素晴らしい。三好ももう落ちるでしょ。 OK、 三好落ちる、相良落ちる。あと島津の暴れん坊だけどうにかすればいいだけだ。島津攻めに全力を尽くしましょう。ってなると今相良に信長が行ってるから。お味方が城内に突入しました。そうだね、信長さんもはいはい。弓、あんた弓得意だけどやめてくれ。そのまま突撃しろ。目指す拠点は薩摩城に行きましょう。で編成任せるわ。もう一括、やり方わからんもういいや、行け。 OKOK、 編成で、よいしょ。出陣で、信虎、佐渡原。はいはい、やっぱ弓は必要だな。弓いいわ。どうも。強すぎる鉄砲強いな。やっぱ鉄砲強いね。任せよ。そしたらあがた城、佐渡原城を取りましょう。下妻雷電もいる。いいね、下妻雷電。あとは本庄重長、これでいきましょう。承知。うん、むしろ信虎いらないかもな。最後のとどめだけでいいや。うん、お味方やってる方が早い。で佐渡原取れば多分韓国通ると思う。
編成任せます。オッケーオッケー頼むぞ。そこまで行けば大丈夫。強いね。停戦しません。これはもう勧告じゃなくて取っちゃった方が早いわ。ノブトラ大丈夫？ちょっとノブトラさん、ノブトラさん広いな。まあいいや。まあ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 お味方でいけるから大丈夫。こっちも大丈夫だね。包囲してるんだ。頼むぞ。どっちが早いか、油津か佐渡原か。いいよ、坊主出てこなくていいよ。お前の役目は終わったんだ。同時ぐらいかな。やってるよね。 OK、 佐渡原城制圧、油津だよ。 OK です。ということで斎藤家無事に天下統一達成することができました。まあ、いろいろと誤算がありまして、まあそれも話しながらやっていきますか。ということで天下富武を成し遂げたと。あのね、武田と同盟結べると思ってたんですよ。うん、とりあえず作戦としては、あの下の織田が邪魔だったので、まあ黒人衆召喚して今川に攻めさせて、そのままうちが奪うっていうのはもうそれ作戦通りなんだけど、その後ね、武田との同盟結べるチャンスが1ヶ月だけあって、でそこで同盟結べなくて、あの北条にまた同盟を結ばれて、でそこから計画が狂ったなっていうところでした。ただ結果的に武田も上杉も北条もそこまでみんな大きく伸びてなかったので、まあ、その点はまあ、かなり効率よく攻めることができたんじゃないかなと思います。うん、まあ、反省点を挙げるとしたら、まあ、序盤の技術開発があまりに遅すぎた。特に内政と足軽、まあ、内政だな、内政学者の建設をめんどくさいからって言って後回しにしたら、いくつ経ってもいくら経っても内政学者が手に入らなくて、うん、で結局自分で建設することになって北条を取って、でそこで品種改良とか二期作とか、まあ、技術開発できるようになったっていう形だったので、なので、まあ、技術開発と南蛮貿易に関しては本当時間をかけてでもいいから丁寧にやった方がいいっていうのが、まあ、今回の勉強になった点かなと思います。いや、 やっぱ斎藤家みたいなね、強い国でやると、まあ、とても楽しかったです。もう序盤から、あの、ガンガン攻めることができて、やっぱ RTA やってるとね、弱小国でやると、どうしても序盤で10分とか20分とか、あの、内政ばっかりやって終わるっていうことが、まあ、結構多々あって、まあ、それがない分、うん、サクサクできるのは、まあ、気持ちよかったですね。で今回もいつものように、あの黒人衆を召喚して戦うっていうやり方だったんですけど、まああれ別に最初に信長取らなくても、織田家取らなくても、例えば姉麹に黒人衆一匹置いといて、でそこで終わらせて制圧するってこともできますし、まあ、そもそも斎藤家が強いので、あの六角家に突撃しても制圧できるので、まあその点の序盤の動きっていうのは、まあ、多種多様、まあ、いろんなやり方があるんじゃないかなと思います。まあ、私の中では今回は、武田と同盟を結びたいがために、とりあえず織田が邪魔なので織田を倒したっていう感じだったので、織田取って岡崎城取って、で今川取って北条取ってっていう、そういうルールとなるんで、やっぱね織田を初めに取ったのは良かったんだけど、まあ、ちょっとうまくいかなかったですね。ということで、斎藤家無事に天下統一を達成することができました。今回も RTA 動画、なかなか長い動画になりましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
で今後も、まあ、RTA に限らず、まあ、様々な動画を撮っていこうと思いますので、ぜひぜひまた見ていただけたら、すごく嬉しいです。ということで、本日は、最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。